やってまいりました、スキチューブです。じゃあまず自己紹介からいきましょうか。そうですね、はい、はい、好きなキャンディーはいちご味、キーセナと。好きなキャンディーはキャンディー味、後ろ田仁です。はい、カメラマンは好きなキャンディーはハッカー味です、古川さなかです。ハッカーが一番好き。よろしくお願いします。3人の個性がぶっ飛んでますね。はい、ぶっ飛びで。はい、さあということで今日は、この2人が主となって、はい、シュッシュッシュですね。はい、リポーターなら5声で伝えろ第3弾、イエーイ。じゃあルール説明しますね。はい、まず箱から1枚紙を引きます。はい、箱です。はい、そして紙に書いてあるものをリポートします。紙です。はい、リポート内容は5回まで、制限時間が60秒、答える側はそのリポート内容を聞いて当てるようになります。はい、はい、で答える人は、はい、私です。答える人がキーセナー。そうです。リポート、リポート、ポート、後ろ陣ですね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で今回はですね、今までこうカップラーメンを使ってましたが、うんうん、今回別なものになるんですよ。はい、はい、棒状の某スナック菓子を。棒状の某スナック菓子。お菓子ですね。今まではカップ麺でしたが、はい、お菓子ですね。おかしいですね。はい、やっていきましょう。じゃあ引いていきましょうか。はい、引きますね。はい、早速引いていきます。でーれん、はい、さあこれを開きます。はい、どうぞどうぞ。はい、開いちゃいます。あ、そっか、私も見ちゃいます。開きました。あ、今逆や。逆、この間と一緒のパッティングないか。はい、こちらになります。はい、はい、準備完了しました。今回選択肢が8択になっていますよ。さあ当てることはできるのでしょうか。ちょっとストップウォッチ私押しますね。はい、お願いします。いきます。じゃあそこから食べ始めてください。はい、じゃあもう開けていいですね。開けちゃいます。あ、開けて開けて。ガムテープが開けました。開ける、いける、はい、いける。じゃあいきます、はい、よーい、スタート。あー、開けました。はい、いやこれ開けた瞬間まず、うん、そうっすねって感じっすね、本当に。はい、今一つ見ましたね。食べていきます。食べますね。はい、うん、サクサク、甘いですね。甘い、甘い&辛い、はい、辛いかな、ちょっとピリってしますね。はい、今3つよね。はい、じゃあもう一口食べていきます。こう茶色ですね。茶色い粉がパラパラ、この丸い棒についてるって感じっすね。はい、うん、そんな感じで。あと1つかな。あと1つ、あと1つよね。あと残り15秒です。ちょっと、もうラストのヒントはうまいっす。わー、来た来た来た。あのね、多分ね、この2つのどっちかだと思うんですよ、私は。色とかね、味的に。もう1分ですか、うん、多分彼はここにキーワードがあると思います。これです。ピンポーン。とんかつソースですか。そうなんす。よかった。そうなんすよ。今回初めてハズレが出るかと思ってちょっとヒヤッとした。どうしようと思って。どうしようとはまあ別にそれはそれで面白いんだけどね。今回はこれですよね。あのソースかけましたよね、なんか。そうですね、これ。その通りっすね、これ。なんか丸い棒っていうのと、でソースってこれなんか辛いんですか。なんか辛い感じがしたんですよね。へえ。甘い、甘いっていう感じがなくて。うん、いやー、仁くんらしいリポートができてましたね。うん、できとった、できとった。ということで、このリポート良かったなと思った方は、うん、はい、グッドボタンといいねボタンと高評、ね、高評価お願いします。はい、チャンネル登録もです。またね。またね。以上、スキチューブでした。